はい、皆さんこんにちは。KYC秀こと池端秀行です。今日も元気に、ライブ配信をしてまいります。今日は本当に、素晴らしいゲストの方をお呼びしております。まあ、誰もが知っているというか、本当に女性の方でしたら、美容液っていうね、聞いたことありますよね。もちろんね、使ってると思いますけど、美容液とかね、パウダリングファンデーションとか聞いたことありますよね。まあ、そういったものをですね、この、世に誕生させた第一人者というね、本当にその美容家でいらっしゃって、しかもですね、御年、もうさっき言っときますね、御年ですよ、86歳。そしてね、お会いするごとにどんどん若返っていってですね、もう常にお顔は艶やかで潤ってるんですよ。もう手も潤ってる。もうね、そういう僕はお母さんと呼んでおります。テルコお母さんと呼ばせていただきますけども、まあというのもですね、テルコ先生の娘さんと僕同じ年なんで、もちろんそうなんですけども、まあこれからね登場していただきますけども、とにかくね本当にね、もうびっくりするぐらい元気なんですよ。パワフルなんですよ。もう 寝ずにね、ショップチャンネルとかね、この間もたまたま僕クラハでね、初めてクラブハウスパッとこうルーム立ち上げたら、あら池端さんって言って、急にクラブハウスでテルコさんと一対一、まあ、なんかもうお見合いをしているような感覚でしたけどね、もうそれほどドキドキ緊張もしながら、まあ本当にね楽しい、トークをさせていただいたんですけども、今日もねたくさんのね本当に最新の美容情報から、若返りの秘訣、パワフルでいる秘訣ね、もうそういうことをねいっぱい伺いたいと思いますんで、皆さんもねぜひこの下に、コメント、質問何でも結構でございます。初めての方もね、どんどん遠慮なくコメントを入れてください。それではですね、もう早速登場していただきます。この画面の方ではですね、もう満面の笑みのテリコさんでいらっしゃいますので、どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは、ヒデさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。もうお忙しいところ、本当に寝る間もないんじゃないですか、この間からずっと。おとといはね、寝る間もなく24時間っていうね、ショップチャンネルでね、年に何回かすごい24時間で何億円も売るというね、ミッションがあるんです。すごいですよね、本当に。デコさん、もうちょっとこう、お顔をできるだけ前に来ていただいたらいいです。はい、僕がなんかね、なんか上目線で、ね、上見たら、そう、それぐらいで、ありがとうございます。はい、それぐらいで。はい、僕はそう、ね、このぐらい、これぐらいがそれでいいです。はい、もう今日も本当に艶やかで、そうですか。ね、特にアクセントではなくね、私ほらプリズムエッグを使ってるのよ。うん。昨日の明け方というかね、おとといの丸24時間、はい、トップチャンネルっていうのに生で4回ぐらい出るんですけども。それをやっていて、その後がまたね、フロムハンドの入社式があったり、面接があったり、夜は夜でね、ミーティングがあったりって言って、すごい忙しい日を過ごしていました、昨日も。ですよね。もう今言われてるそのプリズムエッグってこちらのね、あれだと思いますけどね。あ、はいはい。ありがとうございます。これがショップチャンネルで、何億、何億円ですね、売り上げ。円で言うと3億円ぐらいかな、1日で。まあでも、はっきりした場合でしたら、私たちがそんなに儲かるわけではなくて、ショップチャンネルの売り上げっていうことね。はいはい。いや、まあでもその、お年、新聞も読ませていただいたら、まあ、御年86歳で、まあ僕、本当にね、美容界の母と呼んでるんですけど。いくつになって、本当にあれですね、美容界の祖母になりなると思います。いやいや、まだ懐かしい写真も今日はちょっと後でまたいろいろとご紹介させてもらうんですけども、この時の写真がですね、たまたま前回やったかな、岡野さんが、クーニーさんが覚えられてます？岡野さんと初めて会った日、このこれ岡野さんをモデルに舞台に引き合った。はい。懐かしい。何年前ですかね。すごいですね。84年って書いてますから、まあどうでしょう。36年ほど前ですか。5年かな。はい。まあそんなこのいでたちがかっこいいですね。もうこの今もこのメイク現役でされてますけどね。すごい。
で、これがちょっと懐かしい写真を、せっかくなので、これは多分渋谷で、ね、イベントで、ね。渋谷区のね、区長さんにもいただいたイベントよね。でこの時に僕もステージさせていただいた時にツーショットでこうやってちょっと慣れ慣れしくですね、肩置いてるんちゃいますよ、椅子のところ置いてるだけやけど、まあ綺麗に撮らさせていただいて、もう本当に懐かしい写真だなと思いながらですね見てたんですけども、今日はそのまず何からお話ししましょうか。もう流れ的にはですね、もうこの質問とかもう見ていただいてる方を優先的にいろいろとね質問があったらそれにお答えするという、皆さんね、何でも質問してくださいっていうのは、私ね、引き出しはいっぱいあるのよ。引き出しいっぱいあって、錆びてる引き出しもあるからね。いいって言って、引っ張り出してください。ですよね。いや、本当にもう、テーマ決めないしか面白いじゃないのって言って、いつも言われるので、テーマは決めてないんですけど、まず、そしたら、僕がたまたまですね、クラハを立ち上げたときに、クラブハウスですね。クラブハウス。パッと、こうご一緒させてもらったと思うんですけど、その後ぐらいになんかいろんなゲストでいろんなところ呼ばれてて、そのテレコさんが絆出版の社長さんとかいろいろとお話ししてたとこ、あの時のお話もすごい感動的でしたけども、そうでしたか。あれはね、桜井秀則さんというね、本当にもう50年ぐらい前に女が分からなくて飯が食えるかっていうね、その本で大ヒットした人なんですね。で、その頃から私はよく取材を受けていた人が、今年90歳になられたのよ。でね、84歳かな、出版会社をお作りになって、絆出版、はい。で、そこからも私も本2冊ぐらい出しているんですけどもね。その90歳が、私86歳。で、共に、まあ、地獄に行くのか天国に行くのかわからない。あちらの世界に行ったら、2人でまたね、同じ仕事しましょうねって約束はしてるんだけども、なんと二人とももうね、約束してからもう10年ぐらい生きてるわけ。そうなの。天国に行っての約束はしてますけど、まあ、この世でももう一回やりましょうって言ってね。あれはね、桜井先生が90で、私が86だから、二人合わせて176歳っていうね、お部屋を作って。うん。それでやったのよ。そうですよね、そしたら100人ぐらいの人がね、聞きに来てくれて、質問なんかもいっぱいしてくれて、その中にヒデさんもいたんだ。そうです、そうです。僕は手を挙げようかなと思ったんですけど、まあとりあえずあまりの人数の多さにですね、それからまあそのサリーさんだったかな、司会を進行されてたサリーさんとまあつながらせていただきましたけども、もう本当に素敵な会でしたので、まあ、そのクラブハウスの中でのまあトーク、あれはあれでまだすごく世界がですね、なんか音だけで聞こえる世界ってもいいですよね。この対面もそうですけど、そう、声の時代ですね。そこら辺はやっぱり声の時代、音とか音波とかね、波動ね、そういう声の時代。でね、昔江戸時代は人を、まあ特に女性をね、評価するときにその顔ではなくてね、一声、で一声二顔三姿なんですってよ。へー、声がいいっていうのは動物的な感覚ですよね。非常に本能的な感覚で、声っていうのはなんか自分が気が合うとかね、そういう気みたいなものを感じるじゃない。だからそれが一番人間としてこう気が合うっていうふうに思ったんですよね。で、二姿、二番目に顔ですよと。で、3番目に姿ですよ。姿っていうのはやっぱり、濃さだと思うのね。立ち居振る舞い。そういうものの美しさみたいなものを求めた時代なんだと思いますよね、江戸時代。そうですよね。こんにちは、入江です。東京から聞いてます。ありがとうございます。僕のお友達かな、入江になっちゃんかな。はい。東京から聞いていただいてありがとうございます。何度も質問してください。なっちゃんはね、足の裏の専門家で、要は、足をこう、ね、マッサージしながらすごく人気の先生で、芸能界の人らもね来られてるというぐらいで、まあ、東京と大阪と行き来してる感じですね。この秘訣ということで、ちょっと僕今声のお話もあったんですけど、声も素晴らしいんですけど、そのお顔の艶やかさとか、やっぱりいくつになっても若々しく潤ってたい、まあ
いつもお話しされますけども、やっぱり美容でいうと乾燥が一番大敵ですよね。そうです。それとね、あの年を取って感じるのはね、やっぱりその本当に乾くんですよ。でこれはね、あの皮膚だけではなくて中身もね、中身も中身もだからね、水を飲むっていうのはね、よくね、あの私が若い頃ね、美容家、まあその頃山野愛子さんとか山野千恵子さんとかね、あの、そうそう、なんだっけな、牛山さんねとかね、あのすごく名だたる美容家がいらしたのよ。でその人たちが年を取って、まあ私が20代で、あのその方たちがもうね60代とか70代で、その方たちがよく言う、もう一様に皆さんが言うのはね、あのお水の話ばっかりするんですよ。あ、はい、水を飲む、あなたたちより何倍も飲むみたいなね話で、なんでもう美容の話を聞きたいのに水の話ばっかりするこのおばあさんみたいに思っていたんだけど、その年を取るとね、本当に人の3倍ぐらい水飲むのよ。あ、私はそうです。うん、だからちょうど今もここにあるんだけど、飲むシリカっていうのがあるでしょ。私これのねコマーシャルに出ることになって、ね、これね、こちらですね、ちょっとたまたま資料、あの新聞見させてもらったんですけど、ね、広告がもう出てるんだけども、4月今月からね、はい、あのテレビコマーシャルやなんかにも出るのね。でね、私はやっぱり口に入れるものっていうのに非常にこだわる人なんですね。うんうんうん、でもほら美容業界っていうのは、あの顔につけて気に入らなかったら外せばいいっていう世界でしょ。はいはいはい、ね、すぐもういらなかったら外せばいい、取り替えればいい、こういう世界だけども、あの口にから入れるものっていうのは取り外しができないじゃないね。ですからいいものに巡り合うっていうね、それがあの、はい、大事だと思っているんですけども、あのこの度私がコマーシャルに出るとね、飲むシリカっていうのはね本当にいい水なんですよ。だから私これ3年ぐらい前からご縁があってね、飲んでいたら、私去年の暮れかな、そんなお話があってね、はい、であの2月に撮影をしてね、でそれが今度出ることになったのよ。光栄あると思います。ぜひ見てください。で、ね、すごい。選ぶんだったらいい水ね、あの日本列島にはいい水たくさんあるんだけども、あのその中でもあの宮崎のね、これはあの霧島連峰の天然水らしいんですけども、あの非常に成分がいいらしい。でこれはね、100年も前に降った水、100年前に降った雨、これがね地層がものすごく密なんですって、マレン峰は。でその密な地層に染みて染みて、だんだん100年経って飲み水になるわけ。だから100年前の雨を飲んでるわけですよ。うわすごい。なんかロマンがあるでしょ。ありますね。いやぜひこれね、僕も読ませてもらったけど、ぜひ飲みたいなと思ってね、さっきね、あの神さんにもう僕も飲むぞって言ったところなんですよ、これ。あのね、選んだ方がいいですね。水はね、あのとても大事で、これからあの水が世界中でね取り合いになるっていう話があります。はいはい、あの今まで過去は戦争っていうのは石油のね奪い合いで起こったんだけども、あのこれから未来、まあ10年20年の話ですけれども、あの水の戦争になるって言われているのね。でこれはね、やっぱり日本って水がいいから、私たち当たり前にもうありがたいとも思わずに、空気と水はただみたいな感覚でいるけどもね、これからやっぱりね、あのそれこそ100年前の雨を飲んでるってことはどういうことかって言ったら、それからあのやはりどんどんこう空気が悪くなるじゃない、うんうんうん、ね、だから空気が悪いあの中国やなんかは水をすごく求めて、水はね高くでもなんていうの、薬だって言ってるぐらいなのに、はいはい、でこのシリカをね、あの私も宣伝するにあたってはこれをずいぶん調べ、だからその社長さんのお考えなんかもずいぶん聞いてね、納得して、まあうん、あの PR することになったんですけども、うん、あの奪い合いだからね、例えば日本で売るこの値段のね5倍以上もね、あの買うって言うんですって。だからあの中国などはやっぱり水源、水のね水源が欲しいから日本の土地を買うらしいですよ。ああ、なるほどね、うん、ね、いや確かに、あの水の危機を感じて、はいはい、であの日本の土地が欲しい、特に水が出るいいところが欲しいと思ってる、うんうん、らしいな。うん、
まあ、確かにあの前に海外旅行行った時にあの普通のビールよりか水ちょうだいって言ったら水の方がめっちゃ高かったですからね、一杯の水。素晴らしいわね。もうびっくりしました。5倍の値段で売れるって言ってましたよ。はあ、うん、5倍ですか。これはちょっと、で、ね、このまあそのナチュラルウォーターっていう、ナチュラルって本当に自然の水っていうのと、こうあの人工的に作ったのとまたいろいろあるらしいんですけど、これ読んでたら、うん、まあ別に僕はあのこれまだ飲んだことないので、これ視聴者の中で何とも言えないんですけど、そうですね、もう飲みたくなってきました、うん、本当に。あのね、飲んでみて感じるのは他のものと比べるとね、うん、これを飲んでから他のを飲むとね、他のはね味がする。これはね味がないだからこれがすごくピュアなんだなと思って、これが基準になると、例えばあのこれがもっといいですよってもらったお水もあるんだけどね、これを飲むとね、あ、ちょっとしょっぱいとかね、あ、が味がするっていう風に味を感じちゃうのよ。あ、うん、やっぱりそのあのコメントでもいただいて、これかなり水を飲む、1日2、3お水を2、3リットルかな、これ、うん、なんか2リットルは抜けるんですよね、1日なんかで聞きましたけど、1日人の体からとにかく水が抜けて蒸発していって、あのミネラルとかが、あ、そういうのも抜けていくから、それは体の中でできないんで、また補わなあかんと、だからしっかりと取らなあかんという話を聞いて、はいはいはい、うん、他にあの私はね、人の3倍ぐらい飲むと思う、年を取ってから余計飲む、うん、あのよくあのお医者さんと話をするとね、年を取って例えば心配事がね、1週間ぐらいあるとすると、うん、ものすごくあのお水を飲まなくなるから脱水状態になるんです、はい、だから助かる命も助からなかったことがあるってね、はいはいはい、あの前対談したお医者さんがそうおっしゃってたの、うん、その人がね、一番そのお医者としてとっても悔しい思い、自分がね、うんうん、失敗したと思うことが一つだけあるんですよって言ってね、何ですかって聞いたらね、あのその方が、その先生がおっしゃったのはね、あの、若い、まあ医者で若い時にね、うん、あの、一週間ね、後にいらしてくださいって言ってね、あの、再検査をしましょうって言ってね、胃が、うん、まあちょっと、あの、不安だから再検査しましょうって言ってね、で、その一週間後に来てくださいって言った時にね、その方は、まあ70代か80代ぐらいだったんですけども、一週間後にね、来た時にね、息子に奢られてきたんだって。でもうね、カラカラになんか乾いて痩せていたんだって。でどうしましたかって、何にもなかったですよってね、悪いものは何もなかったですよって言ってるのに、その人1週間でね、脱水症状に心配して、だからお年寄りにはね、1週間っていうね、水をあんまり飲まない、心配だから何にもね、食べないとか飲まないっていうね、うん、これはものすごく残酷なんですよって、うん、僕は今だったらわかるけどもね、一週間もね、後に来てくださいって言わなきゃよかったって、うん、この先生はね、一つだけ後悔することがあるって言ってた。ああ、うん。年を取るとね、脱水症状になるんです、心配してる人はっていうの。うん、だから、その裏返して言えば、心配しないってことよね。うん、うん、そうですね。それはもうしても何にもならないってことですね、はいはい、うん、あのテレコさん、愛知県の藤子さんっていう、ね、会社員時代からの憧れのテレコ先生のお話がライブで聞けるなんて幸せですということで、はい、あ、嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです。いや、僕今度簡単にですね、対面でこう今させてもらってますけど、本当に何とも言えないこの最初はですよ、最初はもう本当にあのテルコさんにお会いするだけでもうドキドキしてねっていうあの20年ほど前ですからね、入った時にね、あの紹介していただいて、そこへ行かせてもらった時は、はい、いや、ほんでこう何度かね、あのジェイマンのその理事会とかいろいろとお世話になって、まあ、あのご飯も一緒にね食べさせていただいて、ようやくですね顔を見れるようになってきましたけど、こうやってライブ配信できますけどこの間だからクラブハウスで初めて声聞こえた時にもうドキッとしましたよ、もう本当にあらあら、クラブハウス今もやってますか？やってます、あの、はい、うん、で今度見つけたら入りますね是
ぜひお願いします。もうあのてるこさん入っていただいたらもうみんな他の方からバーッと入ってきます。すごいですもん、追っかけが多いですもんね。本当に嬉しいなと思いながら、まあもう本当にこのメイクの、まあ、ジャパンメイクアップアーティストネットワークジェイマンのね、この会が協会がなかったらね、こういうご縁もいただけてなかったと思うとですね、まあ、僕もこのメイクの仕事を入って、まあ、この協会に入らせていただいて本当に良かったなと思うんですけど、まあそのジェイマンのこともちょっと少し、そうしたらあの理事長でいらっしゃいますから、テルコさんからあの僕も今日はテルコさんと呼ばせてもらいますね。なんか先生って言ったら余計カチカチになってくるからね。はいはい、ヒデさんとテルコさん、はい、ジェイマンを立ち上げられたというきっかけっていうんですかね。はい、ね、私はあのそうですね、独立してから、後世を離れて独立してからちょうど30年になりますけども、はい、その2年後ぐらいかな、フロムハンドメイクアップアカデミーという学校を作りました、うん、はい、でメイクアップの学校ね、その前に、まあ、あのザ・ベストメイクアップスクールというプロを育てる学校を作っていて、うん、そこから、まあ、引き継いでフロムハンドメイクアップアカデミー今でもやっていますけども、そういう学校を作りました。でその時にね、自分の学校に来る学生だけではなくて、世の中にいろいろとメイクアップを目指している人いっぱいいますよね、うん、はい、違う学校に入っている人とか、それから企業に入っている人、美容部員という仕事をしている人、いろんなね、フリーでやっている人、あのそういう人たちのネットワークを作って、で美容とか化粧というのは非常にあのマナーが必要だし、衛生とかね、清潔がものすごく必要な世界ですよね。今コロナになってみんなあの手を洗うとかね、消毒って言ってるけど、そんなのは私たちの世界当たり前、はいはい、人の大事なお顔に触れるという仕事で、しかもすごく近くね、接近する仕事だから、そこにいろいろな技術以前の、ね、ものが必要だと。でそういうことをきちんと学びながら、いろんな企業や学校の壁を越えてね、やはりその学ぼうとする人や実際にやっているプロの人やなんかをネットワーキングして、でその学んでいこうっていう、こういう趣旨でね、でいずれそのメイクアップというのがアーティストたちが何かの資格、まあ国家資格でもいいし、そういうその社会的な資格、認知されるようなねものに持っていきましょうっていう発想なんです、うんうんうん、でちょうどその頃に5月メイですよね、5月はメイ、はいはい、というので9日5月9日メイクの日っていうのをね、うん、あの商標登録もして、はい、メイクの日の活動をずっと毎年続けている。で、ジャパンメイクアップアーティストネットワークというのは、どんな方でも、あのメイクアップに関係ない人でも、興味のある人だったら、うん、どなたでもお入りになれる、うん。そして学ぶことができる。で、年に何回かのトレンドのね、新しい、今度新しいこんなものが出ますよとか、こういう傾向が新しいですよ、みたいなトレンドのお話も聞けるし、それから検定試験、技術の検定ですね。これが、3級から始まって2級1級というね、決定試験をやって、うん、あの私たち理事の人たちが審査員になる、はい、まあ、そうですよね。本当にこの検定もさせていただいて、この委員会、はい、ですね、これ今あのメイクの日というあのイベントももちろんそうですけども、まあ、検定のね、あのいろんな方々がやっぱ僕も受けさせてもらいましたけど、やっぱり自信になりますよね。あの自己流でこう、ね、やっていただいている方もたくさんいらっしゃるけど、特にあのこれで良かったのかなって、お客様がよくあるけども、はいはい、うん、本当にこれでいいのかなっていうね、不安を持ちだと思うんですけども、はい、それをもう全く解消してくれる、はい、そしてね、例えばあのね、ヒデさんにも審査員になっていただいている3級とか2級検定ね、はい、あの3級検定というのは基本の基本をみっちりとやりますから、うん、そこで一人一人のあなたはこれが優れてるわ、それからここをもうちょっとこうすればもっと良くなるわよっていうコメントをね、一人一人に丁寧にしてあげるっていうのがテーマの、ね、検定試験の特徴なんですよね。そうですよね、うん、いや本当にあのメイクを伝えるだけじゃなくて、人の成長をこう望んでるというか、マナーもそうですね、はいはい、いや本当にあの僕もその活動にすごく感銘を受けてですね、あの理事までさせていただけるとは夢にも思ってなくて、まあ、今本当にそういう活動もさせてもらって非常にですね感謝申し上げてます、はい、ボランティアでね、皆さん本当にあの大切な時間を使ってね、こうやってくださってるっていうのは本当にありがたいです、ね、あのね、8日のね12時50分から、うん、山口智子さんっていう人のクラブハウス、
ここに私がお邪魔します。今度そのジェイマンの5月9日ってあのジェイマンウィークっていうのがあると思うんですけど、はい、それもちょっともう先にですね、あの5月9日がメイクの日、先ほどねあの言われたように、決められてまして、それを皮切りに、今回は初の試みで理事がですね毎日夜9時からいろんなデモストレーションをしたりですね、まあ、あのいろんな最新の情報をお伝えする1時間番組というのを毎日やるということで一応決定しまして、これちょっと今決定している内容だけここに書いたんですけども、9日10日11、12、13、14、15という感じで1週間ですねやります。で流し方としてはまあちょっとその Zoom でやるかこの Facebook、インスタでやるかこれは人それぞれですねやり方は違うと思いますけども、また近づいてきたらそこら辺をですねまた告知バンバンやりますんで、ね、はい、うん、聞いていただきましょう。もう全国のメイクアップアーティスト、いろいろな分野で活躍しているあのメイクアップアーティストで J マンの理事をやってる人たちがね、皆さん持ち回りでやってくれるのよね。いろんなね、いろんな現場の話聞けて面白いと思いますよ。それからね、さっきもね、ヒデさん、クラブハウスでもう一回、14日、はい、14日私言ったのは間違いじゃなかったのね。14日。4月ですよね。そう。4月14日水曜日の21時から、はい、21時から22時30分まで、クラブハウス。で、これはね、私の部屋です。矢野かおるさん、矢野かおるさんっていうね、NHK のアナウンサーやってた人が、はい、ぜひ、私でよかったらやらせてくださいって言ってね、はい、なんか私も、時間を立ち上げてくれるんだって。でね、私が質疑応答がとてもいいから、それを聞きましょうみたいなことでね、はい、うん、あ、いいわね、なんていうふうに言ってますから、うん、ぜひぜひ、それ皆さん、聞いてください。クラブハウス。はい。今放送中に僕ちゃんと自分の手帳にメモしてます4月の14日9時と4月の8日が昼の12時50分ですよね、はい、楽しみでございます。本当にねご覧の皆さんね、これ今生配信を見れてない方でもその後々アーカイブ残りますし YouTube にもアップしますので、ぜひね本当につながっていただいて、もうまあ、多分ご存知だと思いますけど皆さんね、もうとにかくテレコさんの話聞いてるとですね、もうほんま引き出しがいっぱいあるんですよね。子育ての話からね、もういろいろと。そうで、前回日本女性を元気にする会というのも出ていただいて すごかってですね、まあ、これもちょっとだけ宣伝させていただくと、まあ、こういう感じでゲストに出ていただいて YouTube の、アクセスがものすごく増えてるんですね。で、まあ、こんな感じで懐かしくですね、去年の11月に出ていただいたんですよね。あ、そうでしたか、はい、でこの時に初めて打ち合わせさせてもらって、僕がめちゃくちゃ緊張してた時な、そこに打ち合わせなんで誰も見てない時だったんですけど、打ち合わせしてですねもう ようやく慣れてきました。もうだから、去年11月だったのでね、あっという間に本当にまた1年ぐらい経つような感じの勢いですけども、あっという間ね。そう、あっという間で、でそこからまた今年に入ってすごくまたそのコロナのいろんな影響もね上がったり下がったりで、もうとにかくそのオンラインというのはこれも必須やなと思い出してですね、でまたこういう活動ね、まあ、そういう部分ではちょっと、僕も微力ながらですね、テレコさんに負けじと自分のエネルギーを発信するように頑張ろうと思ってます。偉いと思うのね、そうやって継続するっていうことね、本当に日本の女性を元気にするっていうコンセプトでずっと継続していらっしゃるじゃない、はい、それはね素晴らしいし、それからいろんなお金財産よりも人脈ねたくさん持っているからこそ、いろんなね分野の優れた方に登場していただいてる。で、これはね、やっぱりヒデさんの人徳ですよ。ありがとうございます。うん、これをもうずっと続けているっていうのは素晴らしいなと思います。はい、できるだけ頑張って、特にですね、田舎、まあ、ずっと昔からこう言ったらあれですけど、やっぱり地方和歌山から、東京出て行ったりするとですね、どうしてもこう引けを感じたりする時がやっぱあったんですね。もうメイクの仕事に入る、右も左もわからない時に、まあ、37歳ぐらいでしたから、どうしてもですね、男やし
おじさんがメイク習うのみたいな目で見られたですね、若い頃の中に混ざった時に。でその時やっぱり田舎という一つのまあなんかこう引けを感じたりしたんです。今は逆になってきて、田舎っていうのがすごく生活しやすいとか、今先ほど言われた水の話も環境もいいし、はい、ようやく誇りに思える、まあ、我がふるさと和歌山ありがとうみたいな感じに、ね、なりましたけども、ますますそうなりますよ、はいはい、あのね、あのジェーマンやっていても、それから私ずっとあの化粧品会社に長年仕事していて、日本列島全国ね、全国の人たちとあの仕事していましたね。で日本列島ずーっとね、北から南沖縄まで巡ってメイクアップコンテストをやるとかね、いろんな仕事構成の時代やってきたんですけれども、あのむしろね、東京の人の方が、東京の人っていうのは地方の人ですからね、はいはい、大体地方から来た人がほとんどですからね、東京の人の方が情報はいっぱいあるし、甘んじているからあんまり勉強しないのよ。そうなの。で地方に行けば行くほどものすごい勉強するの、ということは自分たちが遅れてるっていう意識があるのよ。ね、なるほど。触れていないのよ、あのむしろ進んでいるんです、むしろもっと深くやってるんです。でそういう人たちをいっぱい私は見てきてるから、あのこれから本当に地方の時代っていうのかな、むしろ中心は地方っていうね、うん、なんか東京が中心ではないっていうね、そういう人間のレベルですよ。それを考える、あの私アマテラスアカデミアっていうのをやってね、この間ね、はい、あのまあ、1年に15人だけをやるんですけども、それで絞り込むために40人ほどの人と3日間連続でね、面接をしたんですよ、はい、でその時にね、あの旦那さんの転勤で東京に3年間住んだっていうね、うんうん、人がいて、でその3年間で東京の良さと地方の良さが分かったと。で自分がね、あの人は広島の人でした、うんうん、で広島にあの4月から帰るんですと。でその本当にね、あの広島の文化素晴らしい、それから自分の住んでいる、まあ、市ですかね、市議会議員に出るって言ってたから市ですね、でそこの文化やお祭りや、それからそこの農業ね、こういうものを失ってはいけないってものね、東京に3年間住んでいる時ものすごい危機感を感じて、で自分がその広島に帰ってあの議員になる、そしたらその方のおじい様が議員としてものすごく活躍した人だったんですって、そのおじいちゃんがものすごく喜んでくれましたってね、だから孫が立候補してくれるっていうね、そういうことがあの分かって、ね、生きてる間にね分かって、ものすごく喜んでくれたって。だからまあ親孝行、家族孝行にもなり、それから地域をね、今自分が戻って活性化しなければってものすごく強く思った。でその方が、あの広島から毎月通いますかって言ったら通いますって言ったのでね、15人の中に加えたんですよ、うん、そういうね、あのやはり東京に住んでるから分かるっていうね、いかに自分の地元の良さが分かるかっていうことが往々にしてあるのよ。でこれはね、はいはい、私たちが外国に行って外国の文化に憧れてどこかの国に行くと、日本ってなんて素晴らしいと思うんですよね。ああなるほどね。まあ、はい、まあ照子さんが言われるからもう本当に説得力で、もう和歌山最高っていう感じに本当に思いますね。はい、ありがとうございます。あの、うん、ここら辺でちょっと時間的にあるですけども、あの他の理事の方もし入られる準備してもらってるんだったらぜひぜひ入ってください。あの、はい、これもまだ決めてなくってですね、行き当たりばったりでやってみようかということでやってますんで、あの入れる方はね、ぜひぜひあの入ってくださいね。はい。今お仕事から帰ってきたら、なんと小林先生じゃないですか。ラッキーって、ラッキーですよ、秀美さん。はい、秀美さん。ぜひぜひ、あの、名古屋の秀美さん。僕と同じ秀というのがありますから。絡んでください。あの、何でも質問してください。あの、秀美さんはですね、あの、プレゼンター。要はその、いろんなこの、商談とかする時のプレゼンテーションをですね、教える側のですねスペシャリストの先生でいらっしゃって、今学校の子どもさんたちにもそういうプレゼンを教えるようなことまでやってるということです。大事ですね。はい、ツヤの出る丸い日焼け止め、あ、言いました。プリズムエッグですね。
これだ。そうです、そうです。これはね、もう大好評、はい、あのね、今までで百何十万個も売れてるんですけども、はい、10年間でね、ものすごく売れていて、はい、次から次へとあの新しくね、新規で購入するっていう方が増えているんですね、はい、でリピーターっていうのはね、もうこれ10年間使っていますっていうリピーターのもう熱狂的な人たちがいてね、はい、でその人たちがまた本当にいろんな人にね、あの、なんであなた素顔がそんなに綺麗って褒められてね、何もつけてないって言っていたけど白状しましたとかね、今日はこれをつけてるのよって言ったとかね、あの、ショップチャンネルではね、ミエルボーテという名前で売っています。でこれはあの、ショップチャンネルっていうのは非常にあの、まあ、あの、安く売るっていうためにね、まあ、薄利多売の世界ですね。それからあの、やはりきちんとこのいいものを、あの、残していこう、いいものを、あの、まあ、理解する人に使ってもらおうっていうのがプリズム、うんうん。中身はほぼ同じなんですけれども、パッケージやなんかにちょっと工夫を凝らしているっていうのがプリズムエッグです。ね、ですから、まあ、これをぜひね、お使いになるとね、はい、メイクアッパーの人なんかは、あの、下地に仕込んでますね。必ず下地に仕込むのね。そうするとね、あの、仕上がりのツヤと、それからあの、潤いが長持ちするのよ。ね、だからだんだん乾いていくみたいなことがなくてね、ツヤがどんどん増していくみたいになるんですね。で、あの、隠し技としてね、メイクアッパーが自分だけで使っていたら、女優さんがね、何使ってんの？それ私も言われてね、この前、去年かな、16個買いに来たメイクアッパーがいたんです。なんでそんなにいるのって言ったらね、やっぱり女優さんたちがみんなね、それ欲しいって言うんですって。私、ほら、さっき紹介してくれた美容液というの世界で初とかね、はい、はい、でもね、潤いをいかにこうキープするかっていうコンセプトなんですけれども、まあ、限界がありますね。で、夜のお風呂ですよね、美容液っていうのは。で、日中、やっぱり乾かすっていうことがとても多いんですね。で、これをなんとか食い止められないかと思って考えて作ったのが、このプリズムエッグなんです。そうですね。日中乾かさない。最高ですよね。これ本当に僕もあの重宝してます。もう成人式から何も若い人からのあの年齢いった方も全ての方にね、あの僕使わせていただいております。いいです、はい、先生、はい、30年近く前に渋谷のビファインでメイクの直接のご指導を受けさせていただきましたと。あの頃と変わらぬ鶴子先生のお顔、お声、温かなお話だと、こうして画面越しにお会いできて本当に嬉しいですということで、あれ、秀美さん、日焼け止めなのに本当にしっとりなんですよね、これ以上のものには出会えません、はい、もう本当にその通りですね。ありがとうございます、秀美さん。ツルツルになりますもんね、本当にファ、コメント読んでください、ありがとうございます。あ、原田様。先ほどの、ビファインでメイクの直接原田瀬子さんで、はい、うんうんうん、はい、もうよく知ってます。うん、私の公演神社で公演した時も来てくれて一番前に座っていたね、瀬子さん。うわ、うん、これ嬉しいですね。でもこうやってコメントをいただいたらね、あの、あね、30年ぐらい前にハッピーメイクで ね、あの、来てくださった方っていうのはみんな覚えてますよ。うん、はい、じゃあ、河野さんに入っていただきます。できましたよ。いつもありがとう。河野さん、どうぞ一言、はい、あの、喋ってください。僕、あの、ちょっとマイクミュートにします。はい。自己紹介。久しぶりです。久しぶり。うん。まあ、コメントですね、あの、藤子さんがですね、最近知ったばかりなのでまだ会員ではありませんが、ジェイマン会員になりたいと思っています。そしていつかテルコ先生にお会いしたいと思っていますということなので、ぜひ、はい、ぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。簡単になれるからね、はい、簡単です。年会費もね、そんなに高くもないし、年会費は実際2000円でしたね。2000円ですからね。しかもそれで年間ね、いろんなそのお得な情報が、入ってきますから、はい、本当に、あの、いろんなサービスも受けられるし、ね、いろんなメイクアップアーティストたちとつながれるし、うん、素晴らしいです、はい、本当に、あの、あ、J-MAN の、あの、特に、僕はいつもこれをお勧めしてるんですけども、J-MAN講座っていうのがあるんですよね。で、そういうのが、
これ年に2回やって、東子さんがね、山口東子さん理事でいらっしゃいますけど、うん、その東子さんもこういうすごいパリコレとかいろんなこのコレクションのを分析してですね、ファッションからヘアメイクから、うん、そして経済的な流行まで全てにおいてね、トータルで講義していただけるんでね、これ本当にすごいと思います。先生、あれです、私ゼーマンの、あ、すいません、喋っていいですか？どうぞ。はい、インスタグラムに2018年のゼーマン大賞の写真を今アップさせてもらってるんですけど、あれをアップでアップしているとですね、コンテスト会場で見た時とまた違う、その、うん、あ、こういう風にメイクしてたんだとかっていう新たな発見があって、なんかアップさせてもらいながら、すごい自分でも勉強になりますね。だからぜひみんなに見てほしいですね、あれ。欲しい。本当アップで見ると、あ、こうだったのね、作品を遠目で全身で見てるからね、審査するときに。はい。全体で見てるけれども、一つ一つこんなにきめ細かくやっていたんだっていうのがよくわかりますよね。はい。うん、さんが毎日毎日あげてくれて、本当にね、楽しんでいます、私も。うん。あ、本当ですか。なんか調子が悪くて、今1日か上げられてなくて、今日また上げますね。4作品ぐらい。あ、ぜひぜひ。うん。私もね、いいねって押してるんだけども、しばらくほら、ね、1日見てないとか、そうするとスルーしていっちゃって、全部いいねって押したいんだけど、押してないものもあって、悪いなぁなんて思ってますよ。すごく本当に素敵ですね。一つずつ見たら、あ、本当にステージで見てるのとまた違います。本当にこうパーツで見られるからね。うん。技術がすごく丁寧にやってるっていうのがよくわかりますよね。また今度、フォトコン今募集してるじゃないですか。応募の方。これですよね。第2回の。これをまた作品がどんなものが集まるのかですごい楽しみだなと思ってます。ぜひぜひね、締め切りはまだ4月の18日ですからね、それまでぜひ、はい、顔アートですからね、まあ自分の顔でもいいし、はい、ね、モデルの顔でもいいから、何かその顔アートをやって送ってください。パワーオブメイキャップだって。いやまあでもすごいですね、これね、僕もこれ今インスタもこうシェアさせてもらったんですけど、インスタ見たりこれ資料見たりいろいろしてると、これこういうことができる時代が来たっていうのは、すごくこういう動画もこれからで流せますしね、 YouTube もね、はい、YouTube、すごいです。だって池端さん和歌山で、私広島で、先生東京ですもんね。そうそう、ね、ここから東京行くのにもうなんか電車に乗ってね、もう5時間ぐらいかかるからね、僕。こうやってほら、こうやってね、オンラインで会えるっていうのも嬉しいけれども、はい、やはり1年に1遍ぐらいは生で会いたいですよね。そうですね。はい。はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、本当にね。はい、原宿の、まあ、ど真ん中って言いますかね、表参道という、明治神宮に通じる表参道、参道ですよね。それと、明治通りというのがちょうど交差した角にあるビルなんです。でこれはね、こう木っていうのが分かる人に言わせると、最高の木のある場所なんですって、うん。この交差点の角が一番いいんですって。で、そこのビルなんです。ですから、ここのビルから、仕事をして巣立っていく人っていうのは大きなところに移っていく。ここが手狭になって大きなところに移っていくっていうジンクスのあるビルなんですね。うん、丹下哲郎さんとか、三宅一生さんとか、みんなここから始まった人なんです。ですから、すごい、私たちまだ大きなところに行かないというのはここに留まっているということなんですけれども、本当にそういう気のいい場所だから、みんなね、ここに来ると明るくなる、朗らかになる、うんうん、そんなところですから、皆さんも聞いてる皆さんもね、ここに来たらちょうど角のビル、ラフォーレ原宿よりも角のビルですから、ぜひお立ち寄りください。ジェーマンの事務局もここにありますね。いや本当に久しぶりにちょっと行きたくなね、行きたい、まあ本当にオンラインも便利ですけど行きたいよね、はい、行きたいね。で今ちょっとそしたら話すいません、僕ちょっとこれで一言聞きたかったことがあってですね、この本がすごく
照子さん代表、まあ代表っていうことはないんですけど、ものすごくいっぱい本出されてますけど、これすごくいい、僕もちょっとこれが一番、はい、まあ、ベストセラーになった本ですね。あのぜひ読んでほしいと思う。あの昨日、おとといもね、あのチョップチャンネルでキャストになってくれた30代で子育てしながら本当にキャリアを積みながら予算を達成するって言ってもう必死になってる女性がいたから、この本を一冊プレゼントしたんです。もうね、涙ぐんでいましたけれども、あのこれを読んでいただくと、ああそうか、私しなくていいことをしてたんだ、だから忙しかったんだ、もう頭がいっぱいいっぱいになるのはそのせいだったんだっていうふうにね、本当にストーンと落ちる本です。うん、皆さん読んでくださったと思うけれども、まだ読んでない人にはぜひおすすめです。でこれはね、することとしないことっていうのをね、まあ私の人生の中でもあの散々やってきて、ああこんなことをしなきゃよかったってこといっぱいあるんですよ。例えば心配しないとかね、ね、そう、そういうもうね、本当にこうしなければよかった、でもしちゃっていたね、人のことばっかり気になっていたとかね。そういうことをやめたらね、あの、することだけが残る。ものすごくお片付けができるんです。すっきりと。頭の中のお片付け。そうすると人生が何倍もね、あの、楽しくなるとし、有意義になるの。すること、するべきことだけをすればいいの。ね、あのこれは本当にあの読んでいただいている、まあ、1回読んだぐらいではですね、これ本当人生 の指南本というか、何て言うんでしょう、ね、あのそういうことで、ここをちょっと読みます。フルネームで生きるっていうね、このすることの中の一言でフルネームで生きるって、これもかっこいいなと思うのが、まず自分のフルネームを名乗る、それは自分が自分であることの証なのですって、こうなんかこうさらっと読むとですね、あれですけど、これ何々のお母ちゃんとか何々の旦那さん、何々の奥さんとかって言って、女性の方って特にその下のお名前呼ばれなくなる時があったりとか、でやっぱりあのそういう時にこのフルネームっていうのがすごく大事かなって思うんですけどね。あの解説間違ってたらすいませんってことです。その通りです、うん、本当にそう、うん、あの高齢者の施設にあの行ってね、ボランティアでそのいろいろ美容やってあげたりするっていうことがよくありますが、その時に、あの、私は必ず、あの、うちから行くスタッフがみんなフルネームをつけるんですね。それから、あの、お客様にもフルネームをつけてもらうんです。うんうん、それでね、どちらかって言ったら、下の名前で呼ぶんです。はい、はい。あ、タミコさんですね、とか、花子さんですね、って呼ぶんです。そうするとね、もう本当にこう自分に戻るのね。自分がパーンと出るの、個性が。だから、その、一瞬、その、例えば私は小林照子ですけれども、小林さんとか、ね、小林さんの奥さんとか、ね、誰々さんのお母さん、はいはいっていうね、生活をしちゃうことがありますが、それがずっとね、引きずっていって、自分のフルネームを使わない生き方をしてしまうってことがあります。うん、だから、フルネームでっていうのはね、年を取ってから余計ね、自分自身っていうのをもう、自由に自分の個性を発揮できるっていうね、そういう点でも私はフルネームを名乗るっていうことをお勧めしてるの。うん、あごめんなさい、なんかテルコさんっていう言われ方とテルコちゃんって呼ばれる、このちゃんっていうのは実は年齢いった方が逆に喜ぶんですよね。僕老健施設行った時に何々さんっていうよりか、うん、めぐみちゃんって言ったんですよ。そうするとめっちゃ喜ぶんですよ。はい、あれやっぱりなんて言うんでしょう。男やからですか。なんて言うんでしょうね。これは ね、女の人が呼んでもそうですけれども、はい、あの年を取るとあの本当子供に帰るってよく言いますよね。はいはい、うん、子供の頃の自分がもう自由にのびのびとね生きていた頃に戻るんです。あ、なるほど。そこにまず戻すんですよ。だから何ちゃんって呼ぶのはすごく正解です。で、戻ってから、だん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 、今に至るね、うん。そこを思い出すようにすると、今に生きられる。年、はあ、を取ってずっと、誰ともコミュニケーションしないで生きてる人っていうのは、ずっと周りの人がね、この人8年間口を聞いていませんから、喋れないんですって言った人がね、まあ、うちの学生が2人手のマッサージをし、私が、
後ろからお顔のマッサージをしていたらね、うん、ありがとうございます。ありがとうございますって何回も言ってね。で、まあ、その方を車椅子で引き渡す、ご家族に引き渡すときに、いや、とっても丁寧にね、お礼を言ってくださったんですよって言ったらね、家族がね、ってびっくりしてね、8年間喋れなかった。だから喋れないんだと思ってるから、声をかけない。でも、そうやってね、優しくされたらね、ちゃんとありがとうございます。何度も言ってくれた。うん、娘さん夫婦がびっくりしていました。はい、ああ、なるほどね。やっぱ怒りますよね。うん、はい。なんかすごく温かいお話がいくらでも出てくる。もう何しか議題なかったもね、いつもね、これね、1時間で、終わりたくないよね。2時間でも3時間でもね、クラブハウスで3時間の話になったっていうのは分かるでしょ、皆さん聞いてたら分かりますよね。うん、これ夜中ね、もうね、てるこさんのね、お声だけ聞いてるだけでね、もうなんか幸せな気分になってくるわけですよ。だからクラファね、クラファでいいですよ。ね、ありがとうございます。聞きます。はい、秀美さんも、ネット上だと下の名前で呼ばれて、それはそれで違和感もあるので、フルネームって素敵ですね、ということでね。いや、本当にね。うん、そうね、ネーム大事ですね。自分を失わない、どんなに忙しくって自分をほんのちょっとにする時期ってあるんですよね。うんうん、そうだね、忙しいキャリアを作っていくのに、忙しい両立、忙しいっていう時には自分っていうのを減らしていくんだけど、無にしないこと、ゼロにしないこと、自分っていうのを少しにして、そこからやっぱり自分をもっともっと大事にしていくっていう人生を作っていけば、うんうん、私なんかは今ほら子供育て、孫育て、ね。で、孫がもう30代で、ひ孫ができて、で、ひ孫っていうのはどういう関係ですかってよく聞かれるんですけども、喋るおもちゃ。ぬいぐるみはね、喋らないけれども、喋るおもちゃ。で、会話ができる、どんどん会話ができるおもちゃ。っていうふうに思ってる。っていうふうに、ひ孫になるとあんまり責任を負わずに、楽しむことができる存在になりますよね。うん。そうすると本当にね、いや、楽しいな、人生。それから自分の時間っていうのがね、自由に自分が働きたかったら働くことも自由だし、誰も止めない。ね。誰も止めない人生っていうのがあるんですよ。夫がいたら夫が止めるとかね、そこで戦うとかね。それから、会社の社員であるときには、上司が止めるとかね、なんか壁を破るとか、いろんなことをやってきたけども、今はね、自分が経営してるとね、誰も止めないのよ。だから失敗も、失敗だってすぐできる。本当だ。失敗も成功もすぐできる。うん。なんか、もうね、この秘訣っていうんでしょうかね、もうテルコさんのこの若返りの秘訣、パワーの秘訣、その人を癒す秘訣っていう、なんかちょっと新聞にここちょっと読ませてもらったらですね、とにかくね、ちょっとキキキリンさんのことも思い出したぐらいね、あの方もね、なんか本で書かれてて、何か最悪のことがあってもそれを面白がるのよみたいなことを書かれてた本があって、それ全くこの今ここに書かれてること、ここに面白がるのって書いてるわけですよ。このシリカのコマーシャルみたいな。そうそうそう。でたまたまそれ見てて、一回聞こうと思ったらここに本書いてるから、ちょっともう聞く前に僕読んでしもたんですけど、そこら辺をちょっとね、せっかくなんで、何でも面白いの。なんていうのかな。例えば怖い人が来てもね、怖い人と思っていた人が実は心の中は違うのよ。だから外見で怖いと思って話しかけないだけなのよ。でも、そういう人って誰にも話しかけられていないから、ほんのちょっと話しかけるとものすごく親しくなれるの。わかる？はい、私はね、本当に誰も怖がって話しかけない人にね、ちょうどね、注射をする、注射じゃないや、血を抜くときね、血を取られることあるんじゃない？検査で。その時ね、隣に座った人がね、私と同じように血を取るので手を出していたのね。そしたらね、もう美しい入れ墨の人だったの。で、私、いかがでしょうって言って、入れ墨も結構綺麗だと思って大好きなんですけども、あまりにも綺麗な入れ墨だったんでね、わー、綺麗って言ってね、
そしたら後ろにもう堂々と男の人が2人ちゃんと立っているぐらいの立派な方だったのね。喜んでね、もう全部背中まで丸めて見せてくれた。だからお医者さんがびっくりしちゃってね、あの人はすごい人なんですよって言って、普通は誰も話しかけないのに小林さんが話しかけてびっくりしたって言うんですけども、あのだって綺麗なんだもんね。うん、私の腕が綺麗だったらもっと中見たいと思うじゃない、ね、そしたら本当にもう背中も全部こうやって外して見せてくれて、素晴らしい列になった。へー、なんかすごいエピソードいっぱいですね。だって顔を見て怖いと、まあ、あの手を見て私は話しかけちゃったんだけどね、顔を見たら、あ、ちょっと誰も話しかけないかもしれないって。いやあ、もう僕やったらもうあのちょっと目線こうです、あの避けてしまいますわ。ね、だからそういう人ってみんながこうね、あの目を合わせないとか避けるから、だから俺はって言って主張したりするんだと思いますよ。本当は根はね、本当にこう話しかけてほしいで、話しかけてくれたから嬉しい、だからもう全部裸になって見せちゃったみたいなね。そういう人っていっぱいいます私、うん。コメントがですね、厚生社員時代の美容課長さんが照子先生によく似た話し方をされる方でした。多分照子先生に教わった方だと思いますと。そうなの、美容課長さん。そうですか、懐かしいな。厚生離れて30年になりますから、うん、30年、30年この前ね、なんかの、うん、新聞だかニュースだかを見てたらね、あの、厚生はもう36年前に、あの、役員を、ね、女性を役員にしてるぐらいに開けた会社ですって言って、今新しい役員の方がね、あの、コメント聞いたのよ。うん、ね。だから、あ、で、小林聖子さんって名前が出たからね、私も、あれ、なんで私の名前が出てんだろうと思って検索したらば、あの、その方が、次のね、新しい役員の方が、厚生は女性に開かれた会社で36年も前に役員を、女性の役員を作りましたよっていう話をしていた。うん。ね。確かに。だから今ほら。それが照子さんが日本で初めてですよね。そう言ってるのよ。うん。ね。36年前。うん。私6年間役員、厚生の中でね、そういう仕事もさせてもらいましたけども。でも、私はずっとあの、役員だけではなくて、あの美容の研究とかね、それから学校、あのザ・ベストメイクアップスクールという学校とかね、そういうのをやりながら役員もやっていた6年間っていうのは本当にね、本当に忙しかった、三足のわらじ履いてるみたいなもん。うん、ね、まあ本当にその頃のあの話も前にあの日本女性を元気にする会の時のゲストの中で1時間ぐらいバーッと喋っていただいた時のあれ話の内容をまとめた YouTube をちょっとまたこの概要欄に貼ってですね、ぜひあの貼りますんで見てほしいなと思うのがなくて、南海七の男、南海七の男ってあったじゃないですか。限界なら限界なら、そうそうそう、あれのもうトーク何回見ても、もう編集しながら笑いましたもん。すぐ限界なんだと、ね、私の要求は限界なんだと ね。いや本当にあのね、あの今でこそこうやって笑い話になりますけど、当時はその本当に戦うっていうか、今でこそこの男女のそういう部分もだいぶねあれしてきましたけど、それは30年とか前って言ったらかなりね、あの本当に男の人がなんかうるさい亭主関白みたいな男ばっかりでしたからね。今はほらね、あの、うん、女だからとか女のくせにとかって言っちゃったら、もう大臣でもクビになっちゃったりする時代になるけどね。でもあの女性に開かれていると言いつつも、日本は最下位ですからね、主要8カ国の中で最下位、女性の比率はね。そうですね、それから156カ国中120位でした、120位ね。だからそれほどはまだ女性が活躍できていない国なんですよ。でもあの私はやっぱり男性も女性も優秀な人は優秀だけども、女性は特にね、コツ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 現場の力を持っているっていうのをね、すごく感じるの。あのなんていうのかな、出世しようと思っている人って少なくてね、
自分に与えられたことを本当に面をきちんと作っていくというコツコツ型ね、そういう人が女性にとても多いと思います。で、そういう人がむしろ点と線をね、目標をもっと高く持って、面だけではない点と線をピーッとね、ピラミッドのように作っていくっていう風な考え方を持てば、これはね、どの分野からも女性はもっと活躍できるし、それから活躍を認めてもらえると思うんですね。うん。そうですよね。私がアマテラスアカデミアっていうのを作っているのはそのせいです。昨日もね、まあリーダーの、いろんな分野でリーダーの女性たちが、5人、6人かな、集まってね、いろんなまあ話をしたんですけどもね、その中で、口々にみんなが言うのは、どの分野も、本当にうん、若い女性を、女性を引き上げない男の世界って話をしたり、うん、から女性たちが上がってこないっていう話をしたりするのね。でもね、私もそれはそうそうって言いたいんだけども、私は黙っているのね。っていうのは、自分でできることをやろうとしてるから。で、それは20代、30代の、本当にこう、今、忙しい自分のね、プライベートも、それから家庭も、育児も、で、キャリアもっていうね、そういうふうに頑張ってる女性っていうのは忙しいから、もう本当大変なんですよ、20代、30代っていうのはね。でもね、その大変な忙しさのうちに、やっぱり連携を組む、ネットワークですよね、ジェイマンも、ね、メイキャップアーティスト、メイキャップに関わりのある人の連携を組むっていうのがジェイマンの趣旨ですけれども、私も個人としてやるべき自分の使命と思ってやっているのが、アマテラスアカデミアっていうね、そういう私塾、私の塾なんです。これぜひ検索してください。私のその何を考えて、これをやっているかっていうのがね、分かっていただけると思います。私ができることっていうのは、そういう若いね、まだ柔らかい、人たち、でも忙しくてしょうがない人たち、それを月に一遍来ていただいて、たったまあ3時間ぐらいですけれども、そこでね、本当にこう自分の意識を高めていく。自分が何をするために生まれてきたか。それから自分の使命って何だろうっていうことを、こうずっと内省しながらね。それで、いろんな分野から一人ずつ呼んで15人、1期生、2期生、3期生、今度3期生ですけれども、15人ずつ集めて、で、ゆくゆく10年間やりますから、150人の力になるわけ。で、150人にならないまでも、これが30人、今30何人いますね。で、次の3期生がこれから4月に始まりまして、45人。まあ、ちょっと多く入れちゃって47人になっていますけれども、で、その人たちが世の中を変えていく力になる。で、これはね、現場、いろんな現場を持っていて、それが連携する力。女性に足りないっていうのは連携力です。連帯、連携。うん、ね。この力さえあれば、政治やなんかに提言できる大きな力になるんじゃないかと。だから私は、ぼやいてる暇がないんです。ね。男の世界だとか、社会だとかね、政治家が悪いとかね、言ってる暇ないの。むしろそれを言ってる暇に私は、コツコツと、そういう若い人たちを連携するような、それから自分のね、自分が大きくなるだけではなくて、社会にどう貢献するかっていうことを一緒に考える力。で、これを私ならできるっていうふうに思って今ね、3期目に入っています。すごいですね。これは私がいなくなっても10年やれる。10年やれるように、お金をちゃんと残し、ノウハウを残し、それでやっていこうと思っているのね。うん。深いですね。発想がすごい。ジェイマの教会もそうでしたけども、こういう今度またその女性の力を束ねるというか、なんかもう感動ですね。これ僕初めて、すいません、知りませんでした、このホームページ。今それでそこの中に美容がどうあるかっていう話はね、はい、その中で美容になるわけじゃないから、この人たちはね、中には美容の人も、はいはいいるけれども、美容家、メイクアップアーティストにするわけじゃないから、どういうふうにしてるかっていうとね、30分早く来てくれれば、メイクアップアーティストを何人も揃えているから、30分で、綺麗にしますよっていうことなの。
で、そうするとプロに教わるっていうことが30分早く来ればできるじゃない。だからこの人たちは、これ一期生ですけどもね、この人たちは、この人政治家になっちゃったけれども、本当にね、夢にどんどん向かっていってるの。今二期生が、今これ一期生の写真が出てますね。で次が二期生ですね。で、今今度三期生になります。三期生もすごい人たちがいろんな分野から来てくれている。で、私は農業の人がいないなと思って、農業の人っていうのはなかなかね、働いているから、東京まで来られないっていうね、遠いからっていうような事情があって、なかなか来られないらしいんだけども、今回はね、農業の人が欲しいって言ってたら、3人か4人も応募があって、で、その中から1人ね、絞らせていただいたってことがあります。うん。基本的にはこれ、そしたら、教会の、ジェイマンのあそこの、教会というかスクールでやってる場所は、場所は同じうちのフロムハンドっていう学校でやります。はいはい、学校は夜部屋が教室が空いていますから、はい、そこを使ってね夜やります。6時半から、まあ、9時半ぐらいまででね、6時半から来てくれる人は30分プロのメイキャップアドバイスとかメイキャップ施術が受けられる、そういう仕組みになってるの。だから外見が説得力がある必要があるけれども、外見のプロになるわけではないっていうのでね、こ、うんうん、ういうやり方をしてる。ああ、なるほどね。うん、いや、ますます、てるこさん、寝る間がない感じですね。はい、本当に、普通だったらもう5時ぐらいに、あれ、ね、終わって帰って、猫ちゃんをこうしてるんかなと思ってましたけど、朝も早いですしね。3日でボケますよ。うん、あ、そうやったら3日で寝たきりになりますよ、私きっと。あ、うん、やっぱりもう朝起きてからもう頭 の脳はもうフル回転みたいな感じ、ずっと夢でもフル回転してますね。夢もなんか考えているわね。なんか話はつきません、本当にありがとうございます。なんか長い時間、今またすみません、60分って言いながら15分過ぎてしまいましたけど、もう、はい、時間ね、最後に見ていただいている方に、まあ、特に日本女性の方々に向けてのやっぱりすごく勇気元気になるメッセージがね、いつも、あるんですけども、特にここ最近で感じている、もうテレコさんが感じることで何でも結構ですので、一言メッセージいただいて終わらせていただきます。わかりました。今メイキャップアーティストとかね、それからそのメイキャップや美容に関わっている人たちというのは対面が難しいとかね、本当にこう、次はどうなるんだろうって不安を持っていらっしゃると思います。でも今やっぱり会いたいのに会えないっていうことが続いていますね。そしてオンラインでこういうふうに見ることができるから、オンラインの時には顔にツヤを出すと、私が86なのにまあね、見られるっていうことはツヤなんですね。だからそういうことでオンラインでつながっているとね、今度実際に会うとなった時に、あら、どうかしら、生で会うとどうなるんだろうって、またドキドキ感が始まると思いませんかね。よくね、久しぶりの同級会、同窓会ね、それに行く人たちが私どものところに来ることがよくあるんですね。で、それは何十年ぶりに会うから、その頃の学生時代の人たちに何十年ぶりに会うから、私どうしたらいいかしらって、化粧は、髪型は、洋服は何着ていったらいいかしらって、もうものすごく乙女のようにドキドキするのね。で、そういう人たちに関わって、もっとほらお肌を磨きましょうとかね、眉毛こう描くといいわっていうふうにやってあげると、その人たちはだんだん自信がついて、会う時にものすごく元気にね、あら、あなた変わらないわねっていうふうに言われたとか言って喜ぶ。で、こういう時代がね、また来ますね。マスクを外すか外さないかはわからないけれども、コロナ、必ず今までも感染症っていうのは100年に一度ぐらい来ているでしょ？ね。もう地球の中で何千人も何万人も死んでいるっていうふうなことが、そういうサイクルで起こっています。私たちがその今の世の中で初めて体験しているこの世界的なね、感染症ですけれども、これは必ず過ぎるんです。必ず過ぎる未来がある。そうすると、みんながどう装うか、どうやって生で会う社交ね、これをね、本当にドキドキしながら楽しんで、
ここでまた経済がものすごく活性化するっていうふうなことが必ず起こってきます。今でもそれを予知してメイクアップレッスンに来る人っていっぱいいるんですよ。で、それがね、明日来る子は12歳。来週来る子がね、12歳と15歳。という子が来るんです。っていうのは、その直感的に、その自分が美しくなるとか、自分の個性を出すっていう時に、どういうふうに装えばいいのかっていうのを、そんな若い子がね、私に聞きに来たいっていう、こんなことが起こっているんですね。ということは、やはりね、爆発的に社交というものが起こってくる。その緊張感っていうのをみんな持って、プロに習いたい。プロにやってもらいたい。自分の魅力をプロに見つけて、ね、言葉にしてもらいたい。ね、っていうニーズが必ず起こってくる。ですから、今は、プロになろうという人、プロになってる人は、どういう時期かっていうと、その準備の時期です。ね、その時に、あの人を選んでよかったって言えるような自分になっているっていうことです。ね。そんな風にね、未来はもっともっと明るく、社交、ね、社交っていうのが緊張感を持ちながら、ドキドキしながら、人と会うっていう風な、こういうね、活気のある時代に必ずなりますから、ね、みんなその準備をしましょうっていうのが私のメッセージです。ありがとうございます。いやー本当に力強い、もう間違いなくそういうね、あの時代が来るということをもう僕も信じてますし、その時にね、やっぱり僕たちが今までやってきたことをコツコツやってきてよかったというね、またまさしくそれが爆発してね、皆さんをこう幸せに、させていけるようなね、仕事にまたつけるということで楽しみです。はい、テーマにぜひお入りになってください、はい、皆さんまだお入りになってない方、はい、テーマのね会員になってください。そうするといろんな情報が本当に一気に得られる、すごくいい体験ができると思います。はい、ということで、はい、またジェイマンの方もですね、今、最後に、テコさんが言われたように下の方にテロップ入れておきますので、このジェイマン .jp でね検索していただくと詳しいことが載ってますので、ぜひねご覧になってください。今日本当にね、長いことね、やっぱりこれぐらいになりますよね。いつも60分で終わらない。クラハではまた2時間3時間また話があるとき僕聞いてますんで、下の方からずっと聞いてますんで、ありがとうございましょうね、はい、ぜひぜひお願いします。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、見ていただいた皆さんありがとうございました。またぜひぜひ、次回も楽しみにしていてください。ありがとうございます。